2013年、山川正雄作。明るい昼過ぎの喫茶店で、彼は友人と待ち合わせた。友人は遅れていた。客のない白い丸テーブルがいくつか続いている。夏のその時刻は客の数もまばらで、そのせいかがらんとした店内が余計広く見える。ふと彼は彼を見つめている一つの眼差しに気づいた。生ぬるくなったコーヒーにゆっくりと手を伸ばして、彼は同じ窓際の5、6メートル先のテーブルのその女を見た。若くはない。女はそろそろ40歳に近い年頃に思える。上品な紺色の証らしい和服を着て、同じテーブルには娘だろう。肩をむき出しにしたピンクの服の少女がいる。少女はソックスを履いた白い棒のような細く長い足を退屈げにぶらぶら動かしている。きっと近くの会社にいる父親、つまり女の夫でも二人は待っているのだろう。新聞に目を戻しかけて、だが彼はその和服の女の目が別にうろたえもたじろぎもせず、じっと親しげに彼に向けられたままだったのが引っかかった。誰だろう、誰か知っている人だったか。二三度視線を新聞と往復させ、不意に彼の喉に叫びのようなものが昇ってきた。よりこだ。女は微笑を浮かべていた。正面から彼を見つめる瞳には何のわだかまりもなかった。しばらく目を合わせたまま、彼は名字を懸命に思い出そうとしていた。でも思い出せたのは薄いベニヤ板に黒ペンキで書かれた公文社という文字でしかなかった。それがあの小さな貸本屋の名前だった。まだ至るところに戦火の跡が見られた時代だった。中学生だった彼はアルバイトのついでに本が読めるのを楽しみに公文社の求人広告を見て入った。その店は学校の近くで、すると女主人の依子は、ここから通ったらどう？と言った。留守番がてらに。疎開先の彼の家からは、片道2時間もかけねば学校に通うことができなかった。時々依子は、彼を食事に誘ってくれたりした。戦災を逃れた彼女の屋敷は店のすぐ近くにあった。彼女は未亡人のようだったが、でもその夫は戦争では左足に傷を受けただけで無事に帰還し、今は事業の立て直しのため大阪と東京で半々の生活を送っていて、依子は旧家族の娘だという近所の噂だった。バラックの貸本屋の屋根裏、2畳ほどの彼に与えられた部屋の中に、不意に依子が現れたのは、その年の秋、停電の夜半だった。目が覚めると、もう依子の姿はなかった。しかし、初めての経験の記憶はあまりにも生々しく、わけのわからない恐怖が彼を襲っていた。彼はその日、荷物をまとめ店を出ると二度と店には行かなかった。ただ逃げねば、とだけ思い続けていた。あれから依子とは一度も会っていない。次に店の前を通ったのは1年以上も経ってからだったが、店は隣の大きな古着屋の一部に変わっていた。奇妙な悲しみに導かれて、
歩み寄ったその屋敷も表札が変わっていた。頼子は行方不明だった。でもそれももう古い夢のような遠い記憶、遺棄された古い記憶の一片に過ぎない。平然と挨拶をし、平然と別れる。今はそれができる自信がある。今さらどうということもないのだ、と彼は思った。頼子は少女の頭越しに、まだちらちらと彼を眺め、無言の微笑を送っている。少女は頼子の娘なのか、10歳よりは上だろう。万で12くらいだろうか。突然彼は少女の裸の肩に目を吸われた。透明な巨大な波に似たものが彼を包み、彼は動くことができなかった。万で12、偽善と彼は口の中で言った。あれから丸13年。小さな蝶のような形をしたあざが少女の右の肩にあった。白いポロシャツの下の彼の右肩にも同じ形のあざがあった。彼は立ち上がった。一目少女の顔を見たくなった。よろめくように彼は頼子のテーブルへと歩いた。しばらくでした。ごきげんよう、頼子と言葉を交わしながら、彼は目を少女に注いでいた。少女は怯えたような探るような大人の目で、彼と頼子とを交互に見て、もじもじと頼子の方に椅子をずらせる。その眉と目のあたりに、彼は明らかに自分を見た。お嬢さん？と彼はかすれた声で言った。ええと頼子は答えた。ちょうど塔になるの。塔？彼は口の中で問い返して、もう一度少女の肩を見つめた。あざはなかった。呆然とし、やがて彼は白いテーブルの底ここに点々と小さな影が落ちているのに気づいた。さっきのあざ、小さな蝶の形のあざは、ではそんな降り注ぐ光のいたずらに過ぎなかったのか。明るい夏の日差しが店のガラス板を白く輝かせている。彼は笑い出した。頼子も笑っていた。店は客が混んできていた。数分後、彼が友人と一緒に喫茶店を出て行くのを、女は静かな笑顔で見送った。ねえ、ママ。すると、それまでおずおずと黙り続けていた少女は、さも不服そうな声で女に言った。ママったら嫌だわ。私も12じゃない。どうして間違えたの？女は答えずに、穏やかな微笑のまま、目をまた扉に向けた。その時、ガラスの扉が開いて、デパートの包みを抱えた一人の中年の男が店に入ってきた。さあ、パパがいらっしゃったわ。と女は言った。パパと少女が叫んだ。胸いっぱいに紙包みを抱えた男は、装甲を崩して、そのテーブルに歩み寄った。男は左足を軽く引きずるようにしていた。